That sounds good. はい、つみやき。こんにちは、大西です。今日も型の応用をコツコツやっていきましょうね。よく言葉が出てこないとかって言いますよね。理由はなぜでしょうか。それは言った回数が少ない以上なんですね。はい、なので言いましょう。回数を重ねましょうということですね。はい、そして言葉というのは感情を込めることが大事です。感情がこもってる言葉があなたの長期記憶に入っていくんですね。感情と言葉を一致させてたくさん声に出していく。それがあなたの思い出にストックされていきます。その思い出の中からあなたの言葉として出てくるわけですよね。なのでたくさん量を重ねていきましょう。はい、感情を込めて頭おかしいくらい繰り返すですね。 Today's pattern, that sounds good. いいねという相槌になりますね。はい、相手が言った事柄に対してそれを聞いていいねと思ったらこのフレーズを言うわけですね。はい、文法を解説しておきますね。これは SBC 文型です。 S イコール C です。 That っていうのは相手が言った事柄、それが Sounds、 これは動詞です。 Sound に S がついています。聞こえるという動詞ですね。はい、 Good は良い、形容詞ですね。それは聞こえるね、良いと、つまりいいねってことになるわけです。はい、三人称単数の S についてもう一度解説しておきますね。はい、三人称というのは I、私が一人称、You、あなたが二人称、この二人の会話に入っていない人が三人称です。もう一回言いますね。 I、私でもなくて You、あなたでもない他の人または物が三人称なんですね。なおかつ三人称単数なので一人か一つの時ね、複数は当たらないです。愛でもなくて言うでもない他の人か物の一つね、一人か一つの時、それが三人称単数ですね。はい、そして現在形の時だけのルールだから三人称単数現在っていうわけですね。その時は動詞に S がつくということですね。はい、そのことは聞こえるね、良いと、つまりいいねっていうことです。相手のお話を聞いていいねと思った時に言うフレーズですね。はい、この good のところは他にも great とか nice とかね、ポジティブワードに変えてももちろんいいですね。はい、ではこの方を使ってこの左側の日本語を英語にしていきましょうね。 No.1 素晴らしいですね。なんかはい、これなんかしょっちゅう言ってますけどね、私ね。はい、ということで同じように右側の形容詞を変えてみましょうね。はい、相手のお話を聞いて素晴らしいですねって言いたい場合、はい、 That sounds、 はい、まあ、素晴らしいは何でもいいんですけど、Fantastic、 はい、ちょっとこれ気持ちが上がるんで Fantastic にしときましょうかね。 Wonderful でもいいですよ、何でも。はい、 So that sounds fantastic、 素晴らしい、素晴らしいって感じですね。はい、同じく SBC 文型ですね。 No.2、 まあ、お話を聞いてなんかそれ高そうですね、値段がっていうことですね。止めていただいて言ってみましょう。はい、同じですね。 That soundsはい、高い、値段が高いは expensive。 That sounds expensive ですね。はい、 No.3、 聞き覚えがあります、聞いたことがあるってことですね。その事柄は聞き覚えがある。はい、言ってみましょう。はい、 That sounds familiar。はい、ここで終わってもいいし、私にとってっていうのを私にはっていう感じで言うのは to me ってつけますね。はい、もう一度解説します。主語が that ですね。 sounds 聞こえる、三人称足す s、 familiar 保護ですね。はい、 familiar っていうのは親しみがあるとか、まあよく知ってるっていうような形容詞ですね。はい、親しみがあるっていうことです。そのことは親しみがある、知ってるように聞こえるね、だから聞き覚えがあるってことですね。はい、 to me 私に対して、私にとって、つまり私にはっていうことになりますね。 No.4、 今度は動詞を変えますね。ちょっと変形です。見覚えがあります。はい、動詞を変えていきます。 that 今度は sounds じゃなくて looks ですね。 that looks familiar to me。 はい、はい、今度は sounds が looks になりましたよね。はい、今度は見て、あ、それ見覚えあるっていうことだからです。はい、さっきはお話聞いて聞き覚えがあるだからサウンド使ったんですね、聞こえる。でも今度は見て、あ、それ見覚えがあるだから、そのことは
そのことはルックス見える、ファミリア、親しみがある、精通してる、知ってる、知ってる状態に見える、私にはだから見覚えがあるっていうことになるわけですね。はい、ということで英語はこのね、五感のどこを使ってそう思うか、五感のどこを使ってファミリアだと思うかによって動詞を変えていけばいいんですね。はい、聞こえるならサウンズ、見えるならルックスになるわけですね。はい、Number 5、楽しそうだね、言ってみましょう。はい、That sounds like fun。 はい、はい、That 主語、sounds が動詞。はい、Like fun はですね、この fun っていうのが名詞なんですね。ここは、はい、Like がつけとくと、Like がつかないときの違い言いますね。Like がつくときは、Like は何々のようなっていう意味なので、必ず名詞が来ます。これこれのように聞こえるってことですね。これこれのように聞こえる。はい。なので、sounds like 名詞ですね。sounds のときは右側は形容詞です。ね、sounds 形容詞、sounds 形容詞ね。sounds like は名詞なんですね。で、ここは楽しみっていう fun っていう名詞を使っています。楽しみのように聞こえる、だから楽しそうってことなんですね。ちょっともう一個補足なんですが、fun っていう単語はですね、名詞で楽しみって意味はあるんですけど、形容詞で楽しいって意味もあるんですよね。だから、like がなくて、that sounds fun の時もあるんですよ。どっちもありです。that sounds fun も楽しそうだし、that sounds like fun も楽しそうなんですね。fun に関しては、名詞の時と形容詞の時とありますということですね。ただ、ポイントは、sounds like まで来ている時は右が名詞が来るということですね。sounds の時は形容詞ということになります。OK, number 6。お買い得みたいなね、つまり良い買い物みたいだねと聞いて思うわけですね。はい。That sounds like a good deal。 はい、解説します。はい、 That は主語、 sound 動詞ですね。はい、ここも like a good deal。 はい、 a good deal がこれ名詞ですね。はい、グッディオのように聞こえますってことですね。ディオっていうのは取引のことです。よく株のディーラーとか言うじゃないですか。ね、ディーラーっていうのは、ここに ER がついてディール、取引する人のことですよね。うん。グッディオ、良いお取引のように聞こえます。良い取引っていうのは買い物のことですね。買い物って売買契約じゃないですか。ね、だから、良いお取引、良い買い物のように聞こえる、いい買い物、お買い得みたいだねって意味になるわけですね。はい、ここも like があるから名詞ということになります。OK。あとですね、この主語の that をよく省いて sounds good とか sounds fantastic とか sounds expensive とか sounds like fun とか主語の that を省いて言うことも多いです。では最後に10回ずつ音読練習しておきましょうね。OK、Number 1。素晴らしいですね。That sounds fantastic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 . That 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 sounds fantastic. Number 2. 高そうですね。That sounds expensive.That sounds expensive. That 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 sounds expensive. Number 3. 聞き覚えがあります。That sounds familiar to me. That 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 sounds familiar to me.That sounds familiar to me. That sounds familiar to me. Number 4.
見覚えがあります。That looks familiar to me. That 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 looks familiar to me.That looks familiar to me. That looks familiar to me. Number five. 楽しそうだね。That sounds like fun. That 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 sounds like fun.That sounds like fun. 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 Number six. お買い得みたいだね。That sounds like a good deal. That sounds like a good deal. That sounds like a good deal. That sounds like a good deal.That sounds like a good deal. That 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 sounds like a good deal. Okay.今日出てきた sounds good というのは相手のお話を聞いて good だと思うから sounds good ですね。お写真を見て見ていいなと思ったら looks good なんですね。匂っていいなと思ったら smells good なわけですね。例を出します。私のビルの1階に美味しい皿うどん屋さんが入っているんですね。私はそこでよくランチをするんですけれども、窓を開けておいてなんか美味しい匂いが上がってきました6階までってなったらSounds good でしょうか、 Looks good でしょうか、 Smells good でしょうか。 Smells good ですね、匂ってだからですね、という感じになります。なので体の五感のどこを使って good だと思ったかによって動詞を変えていくわけですね。 OK, thank you for watching, so see you next time, bye!